はい、こんばんは。今日はですね、韓国の経済に関するニュースをお伝えします。まずはニュースを読んでまいります。中央日報ですが、ちょっと記事が長かったので、僕の方でその中央日報の記事を少し要約させていただきながら読まさせていただきます。ご了承ください。中央日報ですが、3866兆ウォンの家計、企業負債、このままで大丈夫なのか。韓国の家計と民間企業の負債が初めて国内総生産 GDP の2倍を超えた。韓国銀行によると、民間信用貸付債券などは3月末現在で3866兆ウォン、約344兆円に達し、 GDP 比 201.1% を記録した。国際決済銀行が統計を出す主要43カ国平均の156.1%、2019年末基準より45ポイント高い。まさに莫大な借金共和国だ。不動産貸付が多い上に産業構造調整が遅々として進まず、負債で延命する企業が増えたためだ。成長エンジンが冷え込み、この数年間は負債増加率が成長率を上回っている。債務増加速度も急だ。GDP 比の民間信用の割合はこの1年間で 12.3 ポイント上昇した。で、こうした状況下ですね、コロナの影響とかもあって、世界経済っていうのは減速しましたよね。で、日本も、どの国もそうなんですけど、韓国経済も影響を受けまして、特に自営業者の方々ですとかは、金融機関に赴き、資金確保に乗り出したということです。ただそうしたことは世界各国でもあるんだと思います。で、続いてニュースを読んでまいりますと、韓国銀行は新型コロナウイルスの影響が年末まで続く場合、最大76万世帯が破産し 50.5% と、半分以上の企業が利子を払えるほども稼げない事態が起きかねないと警告した。たとえそのような状況にまではならなかったとしても安心はできない。過度な家計企業負債はそれ自体で国の信任度に関わります。万一の場合には民間の負債問題を政府が抱え込まなければならないためだ。銀行が不良化すれば金融システムの健全な状態を保つため国が出なければならない。企業が連鎖倒産し大規模失業が起きないよう危機の時に救済金融を投じるのも国の役割だ。また韓国は中小企業向け貸付の相当部分に対し公共機関が保証人になった。中小企業が潰れれば国がそのまま負債を埋め合わさなければならないという話だ。あと省略しますということなんですね。ただですね、先ほども申し上げましたように、世界的に感染症の影響を受けている状況下にあってはですね、多分世界各国、その企業倒産ですとか失業を防ぐために、ある種のモラトリアムですよね。モラトリアムっていうのは政府が法令を持って銀行預金などを含む全ての債務の支払いを一定期間だけ猶予することということを言いますが、そうしたモラトリアムなどが行われる可能性はありますし、すでにコロナに対します経済対策というのはそうしたモラトリアムも含めて多くの国が行っているところだと思います。で、韓国の場合は皆様もご存知のように新興国という側面がありまして、輸出に依存した産業体系があるという側面からですね、そのドル決済ということが多くあると思います。で、そのドルというものをどう確保するのか、どう安定して流通を確保するっていうんですかね、そういったことを考えておく必要があるんだと思います。で、今年の3月19日アメリカの FRB が、これは世界のドルの流通性を確保するためにですね、韓国銀行と、韓国だけじゃないんですけど、韓国とは、韓国銀行と600億ドル規模の2国間為替スワップ契約を締結すると発表しました。で、今回のこの協定っていうのはアメリカ FRB と5カ国地域の中央銀行の間で結ばれた常設の為替スワップ契約に加えて、急激に加速した外国為替市場におけるドル資金の逼迫解消を目的としておりました。で、期限は最低6ヶ月なんですね。ですので9月19日までということです。ですので、ものすごく簡単に言ってしまいますと、為替スワップっていうのは期限がありまして、で、これある種その米ドル国債担保っていう側面もあるんですよね。ですので、9月以降アメリカがこれ以上出せませんよという状況は韓国としても避けたいと思われます。ですので、こういうコロナの状況下における韓国の国内での経済対策ですとか、
あるいはモラトリアムなどのようなですね、まあ、救済政策ということとは別に、韓国としてですね、外貨ですとか、あるいは財源というものをどのように確保していくのかということは、一つのポイントになってくるんじゃないかと思います。で、もしですね、まあ、仮定の話ですけれども、民間の負債が過度になるということがもしありますと、その国の信用等級にも関わってくる問題だと思いますので、国内の経済対策と同時に、その安定した外貨の流通を確保するという、そういう対策をどのように打っていくのかということが、まあ、韓国経済にとっては必要なんじゃないかと僕は思います。で、こうした状況下ですね、まあ、やっぱりその韓国政府として今対策が求められているっていうのは、失業者対策ということもあると思います。で、韓国が報じたニュースをちょっと読んでまいりますと、失業者に支給する失業給付財源の雇用保険基金が、今年末枯渇するという政府の独自の試算が出ているということなんですね。で、雇用部は雇用保険基金積立金が2019年末7兆3532億ウォンから2020年末には1952億ウォンになると推定、 97% 減少した数値で、1995年雇用保険制度の導入以来初めて雇用保険基金が底をつく可能性が指摘されたということなんですね。雇用保険基金の支出は2017年9兆4607億ウォンからムンジェイン政権になって2018年11兆5778億ウォン、2019年13兆9515億ウォンと2年連続で急増し、2020年は21兆4628億ウォンに達する見通しとされています。もともと2012年以来6年間の黒字だった雇用基金の財政収支は、ムン政権になった直後の2018年に8082億ウォンの赤字に転じ、2019年は2兆877億ウォンで赤字幅が拡大している状況で、それまで貯めた雇用基金を使い果たした形になる。失業給付支給額が急増したのは、政府が支援レベルを高めたことも影響を及ぼした。政府は昨年10月の失業給付支給額を退職前3ヶ月の平均賃金の 50% から 60% に高め、支給期間も240日から270日に増やしたと。雇用保険の国庫支援金は、ムンジェイン政権初年度の2017年907億ウォンから今年4兆2502億ウォン、47倍増した。今年は政府が公共事業に活用するために積み上げた公的資金管理基金から借りる3兆1000億ウォンも含まれているということなんですね。ただですね、まあ、こうした状況下なんですけれども、ムンジェイン政権はさらに雇用保険を、まあ、拡充する方針だとされています。で、そうなりますと、財源をどうやって確保するのかという議論も同時にありまして、まあ、結果としてはですね、その一つの可能性としては、その雇用保険料の引き上げなどが必要となるんじゃないかという可能性があると思われます。ただですね、程度の差はあるとは思いますけれども、こうした問題っていうのは今や世界的に共通しているということも確かだと思います。と言いますのは、感染症の影響で世界経済全体が減速したということがあると思います。で、まあ、こうした状況下、韓国経済ということを見て考えますと、その韓国国内の経済対策をする上で重要になってくるのは、まあ、その国の、まあ、韓国としての総合的な信頼度というものがですね、まあ、重要になってくるんじゃないかなと僕は思います。で、その国の信頼度っていうのは、やはりその国としての健全な経済運営ですとか、国際社会との協調性を考えた外交政策といったところから、そうしたところから得る信頼度というものがですね、その国の通貨の安定性ですとか、外貨の安定した流通ですとか、まあ米ドルですよね、そういった外貨の安定的な確保などとも関わってくるんじゃないかと思います。で、そもそもムンジェイン政権においてはですね、経済政策においては政権発足以来の、まあ、最低賃金アップの政策ですとか、労働時間上限制などの政策で、韓国経済自体がですね、減速していたという背景があったと思います。そうした状況がある中、ムンジェイン政権が進めてきた南北融和政策っていうのが、まあ、今現状見直しが、まあ、ある種迫られていると思われる状況下ですね、その対北朝鮮政策ということにおいては、韓国が、あるいはそのムンジェイン政権というのは、国際社会と協調が、まあ、取れているとは言い難い状況なんじゃないかなと思います。で、また日本とのですね、その輸出適正化措置をめぐる懸案では、
その日韓の貿易当局間で協議中だったんですよね。ですけどその最中に WTO に再提訴するなどの動きがありまして、そうした韓国側の対応に、まあ、日本からも疑問の声が出ているということだと思います。またですね、そのサードの配置をめぐる懸案ですとか、在韓米軍駐留費交渉ですとか、あるいは昨年話題になったジーソミアの問題をめぐりまして、その米韓関係の行方ということにも、まあ、注目が集まっていると思います。こうしたムンジェイン政権下での経済政策ですとか外交政策というものが韓国への国際社会からの信頼という点に、まあ、どういうふうに影響しているのかということは、まあ、考えてもいいかなと思います。で、そしてそうしたことというのは韓国の国としての信頼度ということにも関連してくるんじゃないかなと僕は思います。で、今後ムンジェイン政権が韓国の経済を立て直すという上で、やはりその経済対策同様ですね、外交政策を通じた韓国の国際社会の中における信頼度というものをどのように構築していくのかという点に一つの注目が集まっているんじゃないかと僕は思います。今後ですね、ムンジェイン政権がどのような経済対策を打って、外交政策を打って、国際社会の中で協調体制を築いていくのかという点には一つのニュースとして今後注目してみるということも必要かもしれません。ありがとうございました。ネット大衆紙ブルーカラーではメンバーシップ機能を開放させていただきました。メンバーになってもならなくてもブルーカラーの動画は今までと変わりなく無料でご覧いただけます。今回のメンバーシップの意図はですね、純粋にブルーカラーの活動をご支援いただくものとしてご理解いただければ幸いです。考え方としては投げ銭スーパーチャットと同じような考え方です。僕の動画に対して皆様それぞれの価値観に基づきご支援額を選んでいただければ幸いです。またメンバーシップはいつでも解約が可能です。ブルーカラーのメンバーシップには月額390円から1190円の5つの料金体系がございます。現状支援額による特定の差は設けておりません。パソコンからメンバーシップの手続きをするにはですね、このメンバーになるのボタンをクリックしていただきます。そして料金を選んでいただきまして、メンバーになるというボタンを押していただきます。その後お支払い方法を選択いただきまして、購入ボタンを押していただければ手続き完了となります。スマホから行う場合もほぼ同様の手続きとなります。ただ iPhone の場合はですね、このメンバーになるのボタンが出てこない場合があります。ですのでこの動画の概要欄にですね、メンバーシップ手続きへのリンクを貼らせていただいております。そちらのリンクをクリックしていただければ、あとは流れに沿ってメンバーシップのお手続きがしていただけるようになっております。今後ともネット大衆紙ブルーカラーをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。